あ、エネムっつって、あのナルガクルが追っ払ったって大活躍だったんだね。小さい時あんな泣き虫だったのに、ライダーになって村まで救うなんて、私もとっても嬉しいぞ。料理当番、料理当番とかあるの？え、もしかして同棲同棲やつ。ニャーちゃんは嫌だったかな。ナビルナビちゃんっていうのはどうかな。リリアクエストボード、サブクエストの目的地マーカーが青ね。赤がメインだよ。目的地マーカーは OK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 
あーだからアイテムとかあんのかな、これで入手、これでしか入手できないみたいな、キーアイテムみたいな。お金が必要になったらサブクエスト、クエストボードやブグや、ブグや剣交換屋で受注するものがあります。なるほどね。でキャラクターと、武器とか、あ防具屋とかかな、その3つぐらいか。でメイン、あ受注できるサブクエストを持てるキャラクターは、あなるほどなるほど。で赤いやつだったらメイン あのストーリーが進むやつが赤ね。報告した後でも繰り返し収集ができると。キャラクターから受注するサブクエストはキャンプメニューのサブクエストへのみ術を取り消します。なるほど。難易度1のサブクエスト、まあ、とりあえずメインを進めて、なんか積んできたらサブクエストのアイテム回収みたいな、そんな感じでいいか。絶好調じゃないか。あなるほど。えモンスターからいただいた卵を返すこともできる。ライドン、試練を乗り越えライダーとなったエネム、そして始まるライダー修行。ダン先輩の最初の教えは、卵を探し持ち帰ること。卵を孵化させればオトモンを増やせるぞ。オトモンにライドしてボルデの丘を散策だ。なるほど。祈りの壺にお祈りしていくという。俺さお祈りとか全然信じない人なんだよね。まあ、ちょっと お祈りしていくか。お札をお供えしたりお祈りしたりすることで様々な奇跡を起こすことができる不思議な壺。アイテムをお供えすることで様々なご利益を受けれます。ああこれ猫飯みたいなもんなのかな。お祈りをすると一定時間バトル後に手に入る経験値、バトル中に与える攻撃ダメ。おおなるほど。バフチート、あお金え、アイテムってお金なの。じゃあこれささやかな気持ちでこれ100円あげるわ。やばやべ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 、こんな文明が息づいてるとは思わなかった。経験値プラス 10%、 プラス 10% ってでかいよ。ライドオンするか。ライドタップするとお供にライドできるぞ。お供に近づいて頭上のライド、タップするとお供にライドする。なんかな、呼びながら乗れるんじゃなかったっけ。違うかったっすね。違うゲームか。お供に降りたいとき画面の上をタップすることで降りることができます。お供が離れてるときは、あできるじゃん。右下で呼ぶボタン、口笛吹き、お供を呼ぶことができます。呼ぶボタンを押し続けることでそのままライドすることができる。じゃあやってみるか。まずライド、ほん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 、で降りる。でこれ離れてると口笛で呼ぶ。でこうやって、おおかっこいい。おおかっけえな。あでもなんかちょっとあれだな、小回り効かねえな。わあ、でっけえやつ乗りたいんだけど俺あのでっけえやつ乗りてえわ。早くさディアブロスとかに乗ってさ、そこら辺の岩を砕きながら走りたいんだけど。空とか飛べねえのかな、お供に乗って。ちょっとここら辺でちょっとあれか、しばくか。これなんだ、忍耐の種。ちょこいつしばこうぜ。生肉とかさ入手して、おらバトル開始。アプノトスはアプトノスはおとなしいけどパワー上がる。ああ
戦おう。アプトノス。あいつなんだっけ、こいつ何してくんだっけ。パワーだからスピードでいったらいいんだっけ。トサカのテクニック攻撃、俺テクニックしたっけ。スピード、あ、そうか、トサカはトサカなんだ。でもトサカってスピードじゃないの。様子見チャンスだ。あいつ何、殺されかかってんのに様子見ってなんだお前。え、ちょ待て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 、ちょっと待て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 、これ知らない、これ知らないんだけど、待て待て待て、この演出知らない。びっくりした、全部タップしてたわ。今の演出知らないんだけど、ランク B らしいぜ。一発も食らってんのに、わ、めっちゃアイテム手に入った。一発も食らってんのにランク B らしいぜ今の。まあいいや、ライドするか。ケルビはさすがにかわいそうだから見逃そう。こっちだよな、あの赤点の方に行ったらいいんでしょ。ここら辺じゃね。卵なんだこれ。この先はモンスターの巣かな。道はないけど大丈夫だ。ライドオンして石の台座からライドアクションだ。ドスランポスのジャンプ力を生かそう。あーなるほど。なんかやっぱこれあれなのかな、ドスランポスの足音が、足音じゃない、足跡があるからさ、このなんだ、ドスランポスを連れてないとやっぱいけないところとかっていうのあるんだろうか。おお、すげえ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 、めっちゃ飛ぶやんけ。ここら辺 ライドしたままじゃやっぱダメなのか。匂う匂うな、この奥から卵の匂いがしてくるぞ。フィールド上で見かけるホラー穴はモンスターの巣の入り口です。その中を探索するとモンスターの卵が手に入ります。ホラー穴のある場所はフィールドを訪れるたびに変化します。なるほどね。じゃあ行ってみようか。ちょっと降りようかな一回。じゃあ蜂蜜取っとこう。なんか回復薬グレーとかさ作れるでしょ。蜂蜜2個。モンスターの巣ライド。これさ嫌なんだよね、昔からさ俺卵運ぶクエストが苦手でさ、めっちゃ落とすんだよね。それっぽいとこも来たぞ。ヤンクックとかではないだろう。つかヤンクックの卵とかねえだろうわ、卵だ、本当にあったぞ。あ、いやいや、もちろん俺の鼻に間違いないさ。モンスターズの一番奥で卵を拾うことができます。抱えられる卵は一つですが、拾った卵が気に入らなければ別の、気に入らなければ卵をモンスターズから無事持ち出したら、その卵はあなたのものになります。厩舎で孵化させましょう。卵を拾ってる間は周囲のキャラに注意しましょう。夢中で卵を拾い直している突然親モンスター、いやそれ怖え、心臓に悪いそれ。とりあえず降りて、おい何でもいいよ、だって初めての卵だし。そのでけえやつがいいな、青いやつがいい。匂いがしなくてとても軽い卵だ。どうせならいい卵。え、これ悪い卵なの。あんまり粘ると何か起こるんじゃ、いやなんかちょっとじゃあ見とこうか、どんな感じか。とても軽い卵だ、度胸満点だな。え、軽い卵しかねえの。あ、おさっきと同じやつじゃん。いい加減にしないと何か起こりそうだぞ。あ、なんかこれオッケー、もういいよな、ライダーさん。いや、よくねえよ。なんかおい、ちょ、何が来るのか見てんだよ俺は。さすがにやばいぞ。俺はもうギブアップだ。ちょ、やばそうだから言っとく。いや、ちょ、一応見とくか。もう卵がなくなっちゃったぞ。なくなったんかいなんかあるのかと思ったらないのか。とりあえずこれキャンプにまで戻ったらさ、いいんじゃないの。モンスターの巣から出て元いた場所に戻るかい。出る。これで持ち帰って、あ、え、出た瞬間村に帰れば目標達成だ。なんか卵を取り続けるとねえ、なんか親モンスターがさ空からギャオーっつってさやってくんのかと思ったけど、レイヤーあたりが来なかったな。さすがにまだレイヤーと戦うにはあれか、早すぎるか。平和だ、平和すぎる。
アプトノスと、あとなんだっけな、アプトノスとさ、背中に甲羅がある亀みたいな砂漠にいるやつよ。あいつなんて名前だっけな。すげえ音がしてんだけど、滝の。わ、結構すげえ、深えな、これ。作り込みがすげえ。ただの絵かと思ったら、ちゃんと。白夢村。こんなに早く卵持って帰ってこれ。いや、でもすぐそこだったぜ、ホラーな。卵と絆を結んでモンスターを返そう。卵と絆を、厩舎に向かうんだ。何が出んのかな。え、そこまでさ、厩舎。え、何が出てくるんだろう。ライダーさん、卵持ってるにゃ。新しいお供の楽しみにゃ。すぐ帰るのかな、そんな。卵の孵化やパーティー入れ替えるときに利用しましょう。お供は最大200頭。200頭!卵は最大12個まで管理できます。200頭ってすげえな、お前。卵管理。卵の孵化。攻撃力プラス1。あ、お前かよ。お前の巣だったのかよ、あそこ。お前が襲ってきても何も怖くねえわ。名前をつけようか、じゃあ。アプトノス、何にしよう、こいつ。アプトノスでしょ。生肉にするか。こいつの名前、生肉。絆結べるかな、生肉と。生肉と絆結ぶことできるか。次のお供、そうやってパートナーとなるお供をどんどん増やしていくんだ。メニューのお供ボタンからトップお供の入れ替えもできるぞ。ナビルーのボタンはいつでも俺のナビから聞けるからな。なるほどね。あとでオムナ村長に会いに行くようにお前たちに伝えたいことがあるそうだ。オムナ村長、あ、今すぐ行ってやるよ。いや、こっちじゃね、こっちか。こいつだな。ライダーの暮らしにも慣れた頃じゃろ。黒の狂気、やっぱさ、この黒の狂気ってやつがナルガク、そうナルガクルガーを操ってんだ。操ってるっつったなんか。モンスターを犯し、モンスターを介して広まっていく自然現象。この世は滅びに向かうじゃろうで、めちゃくちゃ重大なことをさ、このガキに教えてるけどさ、大丈夫なのか。絆石には黒の狂気を浄化する力があるのじゃ。お供との絆を深めること。なるほどね。修行を詰めつってっから、なんかあれか、サブクエストとかやった方がいいのかな。レベル上げた方がいいのか。まだ修行、あ、回復薬を5個持ってくること。お店に買いに行く、違うな、それでは修行にならない。調合、なるほどね。ライダーの修行はまだ始まったばかり。今度のお題は初めての調合。キャンプメニューの調合から回復薬を5個。薬草と青キノコ、なるほど。ボールでの丘、キャンプメニューから調合を選ぶと複数のアイテムを組み合わせて別のアイテムを調合できる。なるほど。じゃあとりあえずボルデの丘に行って、こっちだよな、ボルデの丘って。違うかったっけ、ボルデの丘、どっちだっけ。ボルデの丘に行って調合、あ、待って、あれ、お祈りしておこうか。経験値欲しいからお祈りしておこうか。欠かせねえ、お祈りするだけにしよう。金使ってらんねえわ。お祈り捧げた。え、何も起こらねえの。とりあえず青木のこと薬草だよね。アクションってなんだ。
あ、ジャンプか。青キノコ薬草、青キノコ薬草ね。だいたいなんかさ、草が生えてるとこは、これ薬草ちゃうの、これ。これ薬草じゃん、薬草1個。ただキノコだよな、キノコが洞窟の中とかにあるんちゃうんかな。あ、あれキノコじゃね。あ、ちげえわ、あれか、鉱石か、これ。ちょっと良さげな岩があるぞ、採掘してみないか。いい鉱石が取れるかもしれないぜ。鉱石は武具の強化にも使うからな。あー、なんかあれじゃん、これあのドスランポスの上に乗ったままでも採掘できるじゃん。薬草だってことはこれも調達できるね。あ、ただこれちょっと、あー、ハンドリングが悪い、これ。ハンドリングが悪すぎる。全然ちょ、うまいこと、ちょ、おい、ちょ、お前、すげえな、こいつかすめ取ったぞ、お前。戦国武将もびっくりだ、お前。かすめ取ったこいつ、乗りながら。まあ、しかも呂布かよ、お前。お前呂布か。これはペイントの実。これ蜂蜜だろ。ああ、ここら辺のアイテムを根こそぎ奪ってっていいけど、いまだにキノコ類の類が見つからねえわ。やっぱ洞窟とかさ、湿地帯とか、なんかそこら辺なのかな。あ、キノコじゃない、これ。これキノコっぽくないか。あ、めっちゃあんじゃん、キノコ。ちょ、待って、ちょ、でも5個だからな。これはこれ、この中に入る。しかもライドンしたもん入れるじゃん。お、これ薬草だろ。薬草、今薬草何個取った。うおっと、何か起こってる。え、戦ってんの、あれ。あ、倒された。よくもお前生肉を殺す。生肉の敵じゃ。どうしようかな。まあ、応援とか使わなくてもいいか。ランポス、じゃあちょっとトサカと一緒にまず片方だけ集中的に倒していこう。テクニックでいけ。312。お、真っ向勝負。スピードとスピードのぶつかり合い、戦おう。多分ね、ランポス A はもうトサカが倒してくれるから、俺ちょっと B の方に行こう。 B の方にテクニック攻撃、威嚇。お前何やってんの、お前。ランポス A 倒すんじゃなかったのかよ。テクニックは勝つぜ。ほら、キズナアップ。ランポスのスピード攻撃が来る。まだあれだね、キズナの攻撃はできないな。じゃあもう仕方ねえな。ランポス A にして、ランポス A にテクニック攻撃。来た、絆ダブルアクション。ガツガン。ランポスを討伐。いや、まあ群れでさ、これだとちょっとあれだな、複数敵やると結構めんどくさいな、攻撃。出た、また絆ダブルアクション。めっちゃやるじゃん、こいつら。チームワークで大勝利。生肉、あ、生肉もちゃんとあれなんだ、経験値入るんだ、手持ちにいると。これをなんかどん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 さ、お供が増えていったらさ、すげえ艦隊みたいになるんだろうな。釣りに挑戦してないか。いや、釣り結構苦手なんだよね。薬草あるけど、あいついいのだりーな。いやー、めっちゃくんじゃん、こいつ。あいつじゃあさ、逃げきれない、これ。あ、逃げきる。一回降りようか、これ。やっぱ俺一人で行った方がいいよな、これ絶対。あいつ向こう行ってくんないかな。あー、来てる来てる、こっち来てる。倒すしかないか、くそ。洞窟の中のランポスめっちゃよくある。え、2体戦う。まあこっちはね、だんだんレベル上がってきてるんで、あんまこの辺で薬草とか使いたくないからな。え、うちのさ、トサカさ、23も食らわすの。全然俺より食らわすじゃん。威嚇、絶対お前2ターン目威嚇するよな、トサカ。
ぱ長期戦にはさ、でっかい敵とかには威嚇使えるかもしれないけどさ、見せてやれ、絆のダブルアクション見せてやれ。やんねえのかーい。23強え。BGM がいいな、絆アップ。そろそろあれだな、生肉も前線に出していいかもしれないな。レベル3、なんかドスランポスよりさ、生肉の方がさ、レベル上がるの早いんだけど、なんで？モンスターによっての格差があるのかな。薬草ちょっと調合してみようか。キャンプかな、キャンプで調合を、薬草と、薬草めっちゃ持ってんじゃん。そうか、前回なんかもらってたな、回復薬のレシピ。3個までしか作らない、作れないけど、とりあえずキノコを見つけりゃいいんだよ。ほんだらすぐできるから。あったあったあった、ちょうどあったよ。薬草も取っておこう。粘着層だったわ、何が薬草や。オッケーオッケー、青キノコ、ラスト1個青キノコ見つければ。なんだあれ、目の前に見たこともねえような木があると思った。あれ蜂蜜だろ。蜂蜜と回復薬で、回復薬グレートできるから、あれじゃね、あいつ回復薬取ってこいっつったのにさ、俺がなんか自己学習な、なんだろう、独学でさ、回復薬グレートとかさ、調合レシピにないもん作ってさ、持っていったらさ、あいつびっくりして、あれじゃないの、あれこの先いけない、いけるんじゃない、あ、なんもねえか。泡吹いて倒れるんちゃうんか。ねえな。音も呼ぶか。やっぱこいつ、人の足だと足が遅えな。一回車に乗ることを覚えたら、もう二度とチャリ乗れねえみたいな。あ、じゃあモンスターいるみたいな。どこ？うわー、ちょっと待って、これドスランプしちゃうの？やめてー、あぶねー待って、あそこキノコあるじゃん、だって。駆け抜けろいけ、両張りなら見せてやれ。やめろ、お前キノコ取ってくるとき、横から来るんじゃない？うわ、相手、やべえぞ。どうするどうするどうする、これ、ドスランプス、はてな、なんだけど。スキルでさ、応援すっか。トサカ負けんな。こっちに俺がついてる。早手の一撃くる。は強っ、ちょ、待て、強すぎる。びっくりするわ、お前、バカ野郎。これ、せっかく手に入れた回復薬。使えねえじゃん。回復薬使ったのに、やべえ、これ。やべえぞ、これ。威嚇、いいぞ強すぎる。いや、チート、マジ。ふざけんな。おい、待て、薬草しか使えないんだけど。いきなりボス戦なんだが。いいぞ、いいね、ランポス倒す。相手威嚇強い。威嚇入れてっから、あいつの攻撃23とか食らうからな。まだここじゃあれなんだよな。安心できねえから、一応俺に使っといて。おー、ちょ、待って1なんだけど。やばい。待って、はてなのさ、あいついつ倒せんの。これ入れ替えでさ、あ、やっぱトサカと生肉しかできねえか。生肉とトサカにしたかったんだけど。あいつ威嚇使わして、で俺はアイテムで相変わらず薬草で回復するか。威嚇入れることによってあいつの攻撃下がるから、それ大事。オッケー、なんであいつは俺しか攻撃してこないの。戦おう、ドスランポス。どうせあいつスピードだから、テクニックで攻める。いいぞ、食らえ。絆、全然食らわない。全然食らわないんじゃなくて、やべえ、俺これ死ぬんじゃね。なんだ、俺なんか微妙に俺ダメージ食らってんだけど。やめろ、お前、うわー、あぶねえ危なすぎな、マジで。あいつ全然食らわねえ、マジか。待てピンチにも程があるんだが。あれ、はてなってなんだよ、チートだろ。お供んで、あいつ威嚇を入れよう。
格入れて、俺はアイテムで薬草。いや、本耐久戦みたいになってる。まずいよ。アイテムで薬草。いや、もう薬草なくなってきたよ。19。あいついつさ戦うかここあれなの、勝っていく。ザン、オッケーオッケー。ライドオン。止まるんじゃねえぞ、ドスランポス。テクニックいけ。27、絆アップ。オッケーオッケーオッケー。ダウン取った。特技じゃない、絆技いけ。ドスラッシュ見せてやれ、俺と登坂の絆技。落とし物ゲット。起き上がった、やべ。これだろ、これ。うわー、待って、勝ったか今。オッケー。待って、全然減らない。助けて、あいつチートなんだけど。いや、強い。ドスランポスにテクニック。仲間呼び、キリがないな、本当にキリがねえよ。あいつ仲間呼び始めたぞ。あ、でもなんかだいぶ弱ってる感あるな。戦おうか。俺が死んじまったらさ、なんか元も子もねえから。いや、やば、威嚇。なんでお前そこで威嚇なの。あ、ライドできる、ライドオン。いや、ここ攻め時やろ、これもう。これも攻め時でしょ、ドスランポス。やめて、いけー、決めろ。よっしゃ、いけた。一応回復しよう。いや、びっくりした。はてなだからさ、ありゃ逃げていった。親玉倒されて逃げていったぞ。薬草めっちゃ使った、ランク S。 それはレベルも上がるわ。お前、登坂のレベルもバリバリ上がってんじゃないか。生肉のレベルも上がったしさ。おお、すげえ、いっぱいアイテム手に入った、すごいな。いや、めちゃめちゃ強いじゃん、ドスランポス。なんなんだあいつ。とりあえずあれだわ、青キノコはめっちゃさ、今の死闘をさ、くぐり抜けてさ、すげえ絆深まったと思うわ。青キノコ、オッケー。いや、マジで強かった。ギリギリだったもんな。よっしゃ、アイテムの調合終わり。あー、強かったぜマジで。そこら辺のアプトノスとかもランポさん、火じゃなかったな。できたで、これで。これ戻れるんだっけ、村に。なんか、飛べないんだっけ、なんか、あれじゃなかった、飛べるみたいな、そういう機能なかったっけ。まあいいや、行くか。これ、帰り道にさ、ドスランポスがいたら絶対勝てねえぞ、もう。でもさすがなんかレベル5とかになってたら勝てるのかな。平和だ、ここは。なんて平和なんだ。草食モンスターたちの足音と鳴き声しか聞こえない。血の海だったからな、さっきあそこ。危うくあいつら食われるところだった。途中で仲間呼んできたのさ、もうあれマジ終わったわと思ってさ。仲間呼ばれるのきついな。いや、野生モンスターと仲間呼ばれるんだな。なんか絶対さ、この先さ、そのライバルみたいなやついたじゃん、最初の俺の。あいつ戦うことになると思うんだよね。イキリツボ、え、何イキリツボ。やってきたぞ、死ぬかと思った、マジお前。初心者にあんな、あんなお前役を任せやがって。
村長のもとへ向かえ。村長からの支援を成し遂げれば一人前ライダーだぞ。いやーマジか、つらかった。ライダーの起きについて話しておこう。ライダーとは村の外へ出ることができるのじゃ。何それ縛り付けられてんの。俺自由なはずなんだけど、生まれた時から自由だのはずなんだけど、壁の外に出たいんだけど。当たり前の暮らしが外にいれば当たり前でなくなるのじゃよ。青柱。レスキー、なるほど、青柱討伐か。青柱を討伐するってわけじゃなくて追い払うのかな。じゃあとりあえず次は青柱追い払うってことで行くぞ。